こちらにあるということは、これがですね、トライアングルマップの頂点にあるということは、全てのところに同じ不規則にですね、だからメディアグループ3つか4つあるとしたら、不規則に、動いているようで、実はあのグループあのルーツによってですね、あの肌の色で、あのそれで動いている。でこれでさえですね、分かりますか、ヘッドのところが、シックスヘッドトールのですね、ヘッドのところはフィンランドとスウェーデンの国境にありますね。して、まああのまあ、ブランケットかぶってるところは、まあ、スウェーデンとフィンランドのところですよね。そして足を折り曲げているところですね、あのレッグ、ここはレックスのですね、カーフのところはですね、エストニアなんですね。そしてこの、あのこちらのここの斜めになっているところ、まあ、おそらくなんか、あちょっと私歩行種わからないんですけれども、おそらく昔こうだったんじゃないですかね。ちょっとわからないんですね、こっちの方は本当に。なのであの今でも、もう私のこれレフトレッグのカーフのところにあるんですけど、今でもバクテリアっていうのを規則的に動いてるんですね。そして今証明するのに、明治レボリューションからですね、私の祖父の代、あの祖父母の 6代前からだと1851年ですから、もう言うに170年ぐらい、ようやく170年経ってようやくこれを大衆に、あのまあ、あのその間 IT とか短いサイクルがあって、あの短い方々のメディアリングがいっぱいあって、まあ、あの地球の自転と公転のようなもんですよね。ピタッとあって、あのあれですね、1920年の5月26日があの最後のですね、津波ファミリーのですね、鈴子、ベルチャイルドの、バースデーだったんですけど、そのちょうど今あの100年後にですね、5月26日で今年の100歳になりますけれども、ベルチャイルドのですね、ウォーターバレーのベルチャイルドが、おそらくですね、でもベルチャイルドってこのアイリッシュ のありますよね、ベルファストって、そのルーツなんじゃないですかね、こちらの古いペールホワイトっていうのはですね。だからこの辺はまあ昔と変わってしまってるんですけど、このままですね、このくぼみまでですね、ここコペンハーゲンのところまでです。でよくそのデンマークとかコペンハーゲンの方はメディアの方に多いですよね。あちらの、ブロンドの方、ストックホルムからですね、コペンハーゲンの方は、そしてデンっていうのがですね、エレクトリカルっていうんです、エレクトリックなんですね、デンっていうのが。でマークっていうのがまあ印ですよね。デンマークっていうのがですね、エレクトリカルシンクスなんですね、マーキングなんですね、日本語だと。そこまでできて出来上がってるので、まあこのバクテリアが出てきたってことは私のレフトレッグですね。例えばそのビートルズのですね、あのフロントマンの方とかですね、あの左利き、レフトハンドだったということ、そのあたりからあの螺旋だとは思わない、あちらのこちらのイギリスの方、あの螺旋状にその進んでるっていうのはもう未だにこうですね。これ私の足です、信じられますか。ストックホルムがあって、であのコペンハーゲンがありますよね。これカットされてて、まあここからここが、ここからここが、メディアのところってなります。びっくりしますけど、これが現実なんですね。これがあの歩行士を勉強してなかったんですけど。